そう、あ、で、辻さん、くまちゃん、ありがとう。くま、そう、なんかね、いろいろあって、そう、なんか今はまだ言えないけど、いろいろあって、なんか、そう、悔しい感じの出来事もいっぱいあって、そう、すっぴんだよ。ブログ読んだ、ありがとう。そう、いろいろと大変だったんです。いろいろと大変でですね。なんか、そう、それでなんか、そう、結構メール、昨日のメールで言ったんですけど、そう、昨日2日前に、そう、すごい本当に なんか、辛くって、そう、辛くってね、そう、それで、なあさんとかトロちゃんとかがね、すごいなんか そう、すごいなんか、なんかすごい、めっちゃ号泣しちゃって、なんかわかんない、ひな号泣しないタイプの人間なんですよ、なんか 泣いたら、そう、なんかその泣いてるのを見て、なんか傷つく人とかいるかなとか、なんか、そう、結構みんな今結構病みがちな時期っていうの、何、病みがちな、そう、ちょっと出来事とかあったから、そう、ここでなんかひなも病んでたらダメだなってすごい思っちゃうタイプの人間なんですよ、なんかいつも、なんかあんまり病んじゃダメだみたいな、なんか私は強くあらなきゃみたいな そう思っちゃう人間なんで、そう、普段全然泣かないんですよ、なんか、そう、泣かなくって、なんかね、泣かなくて、そう、それですごいなんか、でもなんか、そう、でもその時はなんか強く会えなかったんですよね、なんかめちゃめちゃ強く痛かったんですけど、なんか強く言えなくて、なんか、やっぱりなんかね、みんながそうやって病んでたら、っていう事態もなんか悪くなりそうだなと思って、そう ずっと泣かなかったんですけど、泣いちゃって、でもひな泣くことはあっても、なんかなんで泣いてるのとか、なんていう理由まで全然言わないタイプの人間なんですよ、なんか、そう、なんかその理由を言っても傷つく人出てきちゃうかなとか思ったり、なんか、そう、いろいろ考えると、そう、なんか理由とか言わないで、ただひたすら泣くみたいなことはよくあって、って感じだったんですけど、すごい、そう、なあさんとトロちゃんがね、めちゃめちゃ親身になって、どうしたの言ってごらんって言ってくれて、でもなんか、でもなんか、なんか普段悩みとか言えないから、になってみんなに 泣いちゃう、そう、なんか言えないから、どうやって悩みも言えばいいのか分かんなくって、すごいなんか ああ泣いちゃう、そう、なんかどうやって悩み言えばいいか分かんなくって、そう、それで そう、なんか、ああ、ずっと、ずっと言えなかったけど、すごいなんか すごいなんか親身になって そう、なあさんとかトロちゃんがすごい聞いてくれて、それで、そう、結構ね、楽になれたんですけど、そう、楽になれたんですけど、でもなんか なんかなーって思って、
ってダメだと思って涙が止まらないよ。涙が止まらないんだよって感じで、そう、なんかひなってダメだなって思って、もうダメだってなってわーってなってるよ最近。そう、めっちゃあめっちゃ涙出てる、やばいやばい。めっちゃ泣いてる、やばい、もうダメかもしれない。なんかアイドルになったらすごいなんかいっぱい辛いことがあるってよく聞くから、でもひなはその分なんかそれ以上にアイドルすることが好きだし、すごいファンの皆さんが好きだから、そうやっていけるなってずっと思ってたけど、なんか結構辛いなって思うこともなんかいっぱいあったから、なんか涙が止まらないやって感じです。そうなんか涙が止まらないや、辛いです。そう辛いんだよ。そうだよ、そう、ファンが好きすぎて泣く以来にね、めちゃめちゃ号泣してるの最近、ダメだ、抱きしめてあげたい、抱きしめてほしい、誰か、辛いや、ってなってた、うーってなった、うーんって。そう、なんか、なんかいろんなこと考えてると、なんかそう、任せろ、愛してるよみんなのこと、隣で一緒に泣きたい。めちゃめちゃ号泣するよ。いろいろある、そう、いろいろある、最近いろいろあったんだよね、そう、いろいろなことが起こりすぎてダメみたいだった。慰めてくれ、慰めてくれ、みんな、そう、でもなんか本当にね、全然ひなって相談とかしないタイプの人間だから、誰にも、そう、だからなんか、そうで、なあさんとかトロちゃんが聞いてくれたり、あと同室がふーちゃんだったから、ふーちゃんもねちょっと話したりして、そう、でもだいぶ落ち着いた、これでもこんなに泣いてるけど。そう、そう、食べ込んじゃう人だから言えないんだよね。頑張るね。大丈夫。大丈夫。ちゃん、ありがとう。よしよしよし。ありがとう。ティッシュ持ってこようか。大丈夫、タオルあるよ、ここに。ありがとう。ここにいるから安心して。安心するね。妹が優しい、泣けてきた、妹が優しくて泣けてきたわ。
あ、良平さん、くまちゃんありがとう。まあ、あ、平戸由一さんもくまちゃんありがとう。くま配信見てるよ。そう、妹も家族も見てるよ。あ、15分経過したって。みんな面白いね。初めて見たこれ。分かったって15分は。はい、じゅんじゅんさん、くまちゃんありがとう。くま、うん、くま、うんうん、あ、たつさん、くまちゃんありがとう。くま、うんうん、これ5分続くんだ。そうなんだ、初めて聞いた。あ、おーちゃん、くまちゃんありがとう。くま、なちゃんの支えになれるのを頑張る。みんなが支えだよ。全然もう頑張らなくても、みんながいることだけで私は支えなので、ありがとうございます。あぶてつくん、くまちゃんありがとう。くま、うん、あきさん、くまちゃんありがとう。くま、支えたい。もう支えられてるよ。結構ありがとうね、本当に。みんないつもいてくれて。あー、握手行く。待ってるね。ありがとう。うん、頑張るよ。大丈夫だよ。大丈夫。好き？好きだよ、ひなも。安心、安心してる。今すごい安心してる。安心したら涙出てきちゃった。そう、みんなのことを見て安心した涙出てきちゃったよ、今日は。あ、そうだよ、くまちゃんありがとう。くま、たにやんチャンネルさんもくまちゃんありがとう。くま、はなちゃんもくまちゃんありがとう。くま、うん、うん、いつでも味方ありがとう。応援してる、ありがとう。ズッキーくん、くまちゃんありがとう。くまーん、ひらすみさん、くまちゃんありがとう。くまーん、そう、踏ん張りどころだね。そうだね、そう思う。あ、もっちーさん、くまちゃんありがとう。くまーん、なんかもっと、うん、なんか2019年だよね、次。2019年はもっとメンタル強くなることが私の目標です。頑張ります。うん、きっと成長できる。うん、頑張るね、成長できるよ。そう、うん、間に合った、やっほー。ゆなちゃん、くまちゃんありがとう。くまーん、としさん、くまタワーだ。くまタワーありがとう。カキカキしなきゃ。おい、どこ、ちょっと向こうに追いやってる。間違えて白ペンで白の部分を。ああ、白なのに白で書くとこだったよね。あばばばばばば、危な。カッププードルでも見ててください。ちょっと待ってね。
よいしょ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 。水めっちゃ出る。オッケー。薄いちょっと。クマタワーありがとう。クマクマ。ありがとう。庄司さん、くまちゃんありがとう。くま、大丈夫か。よいしょ。くま、よいしょ。タオルどこ。あった。スピンかわいい、ありがとう。絶可愛いでしょ。そう、チャーミングトリップの公演で聞いた。本当命のためにできること結構みんなに助けられてるから、みんながいるだけでいいです。私は嬉しいです。ありがとう。好きなぞ。王子がついてる。王子様や、みんな王子様とヒーローばっかりだから本当に好き。僕には何ができますか。はい、抱きしめます。ありがとう、嬉しい。みゆさん、くまちゃんありがとう。くま、目が腫れちゃう。むぐちゃんもくまちゃんありがとう。くま、なちゃんに恥ずかしい。そうだよ、話したいこといっぱいあるから、みんなに。ことさん、くまちゃんありがとう。くま、タニアちゃんのやつ、くまちゃんありがとう。くま、うえ。あ、ペペちゃん、くまちゃんありがとう。泣き出してすっきり。そうだよ、割と吐き出した2日前ぐらいに2日前に吐き出したのにまだ引きずってるの面白くない？結構病んでるね。闇気闇気バーストモード。スピン好きって言ってくれて嬉しい、ありがとう。美味しいもの食べたんだけどな、ニキビできてるか。消えないや、すっぴんだからね。2日前。そう、2日前、ずっと。今週がやばい、今週やばすぎてちょっとやばいかもしれないって感じ。キクさん、くまちゃんありがとう。くま、卵肌、ここニキビあるんだよな。パワーが、あら、パワーが立ったわ。どこだどこだ。スペシャルギフト、あ、ナオさん、タワーありがとうです。ひなタワーが、タワー、わしおいわしおい、ありがとう。はぁ、涙。ちょっと待って、ちょっと待って、移動移動移動。よいしょよいしょ、いた。
消さないといけない、待ってね。あ、ちょっとカッププードル、カップヌードルも映ってない、ごめんね。よいしょ、だわー、ありがとう。あ、ピンクばっかり、ピンクがいっぱい、だわー、ありがとう、ありがとう。はあよいしょ、うん、あ、タニアちゃんです、クマちゃん、ありがとう、クマ、はあ、大パップだよ、ひなは、ひなちゃん大パップだからね、ひなちゃん、クマありがとう、クマため息ダメ、そうだ、ため息したら幸せ逃げちゃう、ほんますっぴん、当たり前やん、こんなぶっさいくなことあるかってぐらいすっぴんじゃ、うん、ナピオこんばんは、こんばんは、幸せにつかみに行こう、それな、頑張るしかないよ、わーって感じあ、タワーが、バイバイタワー、ナポくん、ナポスケくんが、タワー、クマタワーじゃない、間違えた、タワーありがとう、タワーが立ったわ、わっしょいわっしょい、ありがとう、うーん、あ、ごめん、違う、ちょっと倒しちゃった、むにゃ、下からむにゃ、うん、はい、反射してる、ありがとう、タワーありがとう、しゅんさん、くまちゃん、ありがとう、くま、大丈夫か、うん、ちょっとみんなに励ましの言葉を見てるから今元気好き好き大好き、やっぱ好き、それな、これだ、ちゃんと目のケアしてありがとう、すっぴんかわいい、ありがとうまたさ、手紙書く、手紙も大好き、昨日じゃない、今日読んだ手紙、いつも読んでる、辛い時、ありがとう、最近してみんな元気ない、そうだからダメなんだよね、明日から元気になる、大丈夫大丈夫大丈夫、今日配信してみんなに元気もらってるから大丈夫、ありがとう読んでくれた、幸せ、いつでも読みます、いつでも私はあなたのコメントを読みます、ひなひな、やっほー、ひとさん、くまちゃん、ありがとう、くまーフフ、手紙嬉しい、めっちゃ嬉しい、みんなからもらうもの全てが嬉しい、
言いたいことがうまく言葉に出せん。よくあるそういうこと。最近元気ないみたい。そう、でも今日で絶対もういっぱい愛をもらったから大丈夫。ありがとう。おーちゃん、くまちゃん、ありがとう。くま、でも本当にメールの返信とかでもね、ハッシュタグひなリップとかでもすごい、いっぱいみんなから元気もらった。ありがとう。大好き、大好きだよ。俺の愛届いて、届いたよ。届きました、ありがとう。ゴキさん、クマちゃん、ありがとう。クマ、うん、いっぱい好きだって言ってくれる気は、ありがとう。笑うと元気になる。そうだよね、ずっと最近暗い顔しかしてないからダメだよね。ニコニコだよね、やっぱ笑顔って大事だと思う。ひなも握手会、そうだよ、ひなも早く握手会したい。好きすぎる、ひなも好き。ひなちゃん無限だ、ありがとう。嫌いじゃない、ありがとう。笑ってるとこ好き。ひなもみんなが笑ってる顔見るのが好きだよ。ん？好きすぎて。楽しいこと考えて今嬉しい。ありがとう。この時だけで申し訳ない、左オペした、嬉しい。そんな時だけじゃない。やめきで長めの配信をはーってなるのがいっちゃう。今日じゃあお風呂にちゃんと入ろう。ゆきさん、ちょうさん、タワーありがとうです。なタワーが、とタワー、わっしょいわっしょい、タワーありがとう。すごい、ひなちゃん元気出してって言ってくれるの嬉しい、ありがとうね。ちょっと待ってね、またちょっと書くから。はっ、ケンタロウくん、くまちゃん、ありがとう。くま、にゃ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 、ありがとうございます。ピンクばっかりなの今日。とはありがとう。にゃー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 、いなちゃん元気分けてください。いなちゃんいっぱいあげるよ、みんなに元気。いなちゃんも元気いっぱいもらったからね。なぎ一番き、なぎさで一番、瀬戸一にしてください。瀬戸内で一番にしてください。ひにゃー、ひにゃだよ。なっちゃんは一人じゃない。それな。なっちゃんの笑顔が好き。ありがとう。ひなもみんなの笑顔が好きだからみんなも笑っててね。辛いことがあったり大変なことがあってもみんなも笑ってるんだよ。
瀬戸内で一番を君やった瀬戸一だ瀬戸一はきじよじゃないか。あら、あなちゃんからもタワー来た。タワーありがとうです。ひなタワーが撮ったわ。あっしゃいまっしゃい、ありがとう。ゴシ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 。元気元気。よいしょ。ああ、上にありがち。はい。ありがとう。ありがとう。お茶くまちゃん、ありがとう。くま見えてない。うん、いちごいっぱい来た、ありがとう。いちご、うん、一歩一歩階段登るように。そうだね、だんだん成長していけると自分でも思うよ頑張る。うん、じゃあすこ、ひなもすこ、おしめ好きよ、ひなも好きよ。みちゃんが笑顔になったらみんな笑顔。そうだの、じゃあいっぱい笑うね、いっぱいニコニコするね、ニコーってうん、好きよ、ひなも好きよ、大好き。はあ、長文リポ送る、待ってる頑張ってるね。はあ、鼻水がすごい出るんだよ。鼻赤くなってきた顔赤くない、やばいやばい、大変だ、顔真っ赤なんだ。泣いたら顔赤くなら、ひなだけめっちゃ顔赤いんだけど、ちょっと分かりづらいか。あら、りくくん、どうもありがとう。ひなとは当たったわ、わしょいわしょい、ありがとう。すごい、みんながタワーをくれる元気出してタワーが、ありがとうございます。ごめんなさい、なんかあとなんかごめんなさい。あ、くまちゃんも来てる。いのちゃん、くまちゃんありがとう。けんたろくん、くまちゃんありがとう。あ、ありがとう。ありがとう。はあ、元気たわ申し訳ない、ごめんな。クリスマスに鼻かなって、そうやね、トナカイや、トナカイや、今日は46分、大変、どうしよう、どうしよう。今日はスペシャルギフトを読まない代わりにいっぱいコメントでもか。あ、コトさん、クマちゃんありがとう。クマうん、来週会えるの楽しみにしてる。そうだね、今もみんなに会えるの楽しみにしてるよ。みんなに会ってる時が一番楽しい。もうアイドルの中でもなんかライブしたら絶対もうこの気持ち忘れるし、握手会したら絶対忘れるもん。だからやっぱみんなしか勝たないなっていつも思う。あまちさん、くまちゃんありがとう。くまいつも思う、本当にありがとう。うん、たつさん、くまちゃんありがとう。くまひなちゃんの妹見て元気出た、ありがとうひなちゃんいつもいじられるから、妹の運動系悲しい。
恋人つなぎ、キュッキュッキュッ。エビ言うな。こんなパワーくれるの。そんな姉ちゃん元気だよ、大丈夫だよ。元気だよみんな。元気、今すごい元気だよ、ありがとう。カブラさんパワーありがとうです。ひなパワーがパトー、わっしょいわっしょい。よいしょ。大変。おお、汗いっぱいしちゃう。ありがとう、ありがとう。あとおーちゃんがタワーありがとう。わっしょいわっしょい。うん、みんな優しいからね。いいよ、全然大丈夫だよ、元気だよ本当に。ありがたわです。よいしょ。ありがたわ、ありがたわ。人気だよって言ってます。元気だよって、大丈夫だよって。あー、そうだよ、かたわ、ありがたわです。ひなたわが立ったわ、わしわいわしわ。あ、こうきさくまちありがとう。優しいからみんないいんだよ、そんな。いいんだよ。もう結構元気もらってるよみんなに。あ、うつないうつない。うん、ありがとう。ありがとう。50分大変。あ、ケンタロックもクマちゃんありがとう。クマクマクマ、ここあつーさんもいいんだよ、本当にみんな。わいは元気じゃよ。みんなにめっちゃ今日元気もらったから大丈夫です、みんな優しいから。みんな優しいから大変。優しいファンがいっぱいで、そうだよ本当に申し訳ないです、ありがとうございます。あっつさんありがとう、ありがとう。へへ、いっぱい来ちゃって。あとねこれ見て、うん、あこれね、ねえ写して、じゃん。あ、キリュウさんもタワーありがとうです。ひなタワーが立った、わっしょいわっしょい、ありがとう。わあ、いっぱいいっぱいあるものが、ありがとう。優しいからみんなが優しいよ。まあもともと知ってるけどな、みんなが優しいことに関しては本当にありがとう、いつも。すごいタワーがいっぱい。申し訳ない、でもありがとう。ありがとう。だよ本当に。ひとさん、くまちゃんありがとう。ひまりさん、くまちゃんありがとう。あ、あぶてつくんもだわ、いいんだよ。本当にいいんだよ、みんな優
優しいからさ困っちゃうよ。大変すごいパワーが。うん、嬉しい。でもありがとね。ありがとわ、ありがとう。いいんだよ本当にみんなもう元気だよ。ありがとう。タワーがすごいいっぱい。ありがとうございます元気です。もうありがとう。申し訳ない。今日は妹ピオ忙しい。妹ピオ忙しいね。あ、つーさん、くまちゃんありがとう。ゆなさんもくまちゃんありがとう。くま、ちょっと今日はスペシャルギフトさんが読めないっぽいので、スペシャルギフトくださった皆さんもありがとう。スノードーム、だるま、ハート、うーん、あと何があるっけな、ちょっと思い出せないわありがとうございますいっぱい。それじゃあちょっとランキング、ランキングってランキング読みたいと思います。13位、有機総長さん、皆さん元気出して応援してる。バイト、ありがとう本当に。うーん、嬉しい。元気です。本当にいっぱい元気もらいました。ありがとう、幸せ。12位、キリュウくん、キリュウくんもありがとう。いっぱい元気をくださってとても嬉しい。支え支え。11位、ナオさん、皆さんと申します。元気出してね。本日誕生日、おお、誕生日だ。おめでとう、おめでとう。ナオさん、いい1年になりますように。これからも楽しんでいてね。おめでとう。10位、ツーさん、スコラソ、うん、どうも、つーさんのこと、すこなそ、ありがとう。レピオ。9位、ナポくん、いつも最高の笑顔でな、ちゃんとついていくから、せやな。いつもニコニコでいるから。そう、いっぱい元気もらってるから、ほんといつでもニコニコでいられるみんなのおかげで、ありがとう。そして8位は、りくくん、好きだ。君が好きだ。大好きだよ。ありがとう。本当に心配かけてごめんね。好きだよ。7位、はなちゃん、いつもいつでもひなちゃんのことが大好き。ありがとう。ひなもずっと永遠に好き。うん。あとで見るね。いや置いといて。ゆうちゃん、うん、ありがとう。6位、健太郎くん、健太郎くんもいつもありがとう。本当に。心配しないでね、元気だよ5位、あ、通信に失敗しちゃった。ちょっと待ってね。おーちゃん、ひなちゃんは日々の元気の源。23日握手でいろいろ話そう。そうだね、握手会も楽しみにしてます。いろいろ話しましょう。ひなも元気の源です、みんなが。4位、ねねあとしさん、これからもひなちゃんを応援し続けるよ。ありがとう。いつもすごいね、支えてくれて嬉しいです。ねえ、とじさん、ありがとうねありがとう、本当に。うーんと3位、アブデツくん、12月22日のチャートで最善だった。うん、いっぱい見たよ、ありがとうそう、公演もね、本当楽しくて、日々のなんだろう、元気の源です。ファンの人が多ければ多いほど本当にそう思うから嬉しい。ありがとう、公演来てくれて。2位、河村さん、23日に繰り返し券、折り返し券かな、全部使うからゆっくり話そう。ありがとう、いっぱいゆっくり話しましょう。嬉しい優しい。そして、あ、1位が河村さんになっちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って。2位が佐藤リオさん、俺も最近ダメでひなに助けられてる、ありがとう。頑張ろうね、一緒に。大丈夫だよ、ひながいっぱい応援してるからね。ひな
が応援してるからね、大丈夫だよ、頑張ってね、うん、ごめんなさい、ちょっと後でまた壇上読みます。そして1位がトゥルルルルバン、カムラさんです、おめでとうございます。23日にいっぱい話しましょう、ありがとうね。ちょっと壇上読み、13位ゆうきそうちょうさん、12位なおさん、11位きりゅうくん、辛い時こそ支えるからな、おしめ、あ、好き、ありがとう、みのま好き、支えてくれてありがとう、いつも。はい、大丈夫かな、大丈夫かな、あ、言ってないね。10位つーさん、9位なぽくん、8位りくくん、7位はなちゃん、6位けんだろくん、5位おーちゃん、4位あぶてつくん、3位にやとしさん、2位さだりょうくん、はい、1位かぶらさん、大丈夫。そう、ごめんね、今日はちょっと58分だからもう終わっちゃうんですけど、そう、なんかすごいいっぱいタワーも、なんか熊タワーもなんかいっぱいありがとうございます、ごめんなさい、なんか全部読めなくて申し訳ないし、そう、ありがとうえ、で今さっき来たのがどれだろう、どれだろう、じゃあとりあえず終わりたいと思います。それじゃあ皆さん、今日もスペシャルギフトいっぱいありがとうございました、読めなくてごめんね、本当に、うーん、大好き、ありがとう、あとね、お星様もいっぱいありがとう、コメントもいっぱい、読めなかった方もごめんなさい、ありがとう、フォローまだしてないよって方フォローよろしくお願いします、本当に申し訳ない、配信ありがとう、ありがとう、本当に配信して本当にスッキリしたので、明日からめちゃめちゃ笑顔でスマイルで頑張れそうです。あ、もうちょっとしたら紅白がありますので、そう、紅白頑張りますね、ありがとう。すごいすっぴんで申し訳ないです、皆さん、すっぴんなのにすごいブサイクな配信をしてしまい申し訳ないことを言います。フォローした、ありがとう、フォローまだって方はフォローよろしくお願いします。元気になれた、大好き、ありがとう元気いっぱい、明日からもみんなも辛いけど頑張ってね、みんなも辛くてもみんながいるから頑張れるよ、大好きだよ、ありがとうでした、バイバーイ。